国際カイロプラクティックカレッジは大阪府東大阪市にあるカイロプラクティックの教育を行う養成学校である2021年7月31日に廃業1967年に氷炭酸健康道場として開校し1984年に日本電量医学院となりさらに1987年に全日2年生の 国際カイロプラクティック専門学院に改名した。その後、1993年に全日3年生に移行し、2005年に現在の国際カイロプラクティックカレッジに名称変更し、日本では3番目にカイロプラクティックの国際基準の教育を行った学校である。2006年から国際基準校として4年生のプログラムに移行し、ドクター・クレイン・ファンスが 学長に就任。国際カイロプラクティックカレッジを含め、日本のカイロプラクティック教育機関は、日本の学校教育法に基づく大学ではなく、発行される学位も、日本の学校教育法に基づくものではない。2021年7月31日に廃業。カイロプラクティック国際基準学科と、カイロプラクティック学士課程の2つのコースを有する。卒業時には、 全日4年生である本家では、バチェラー・オブ・カイロプラクティック・サイエンスの卒業証書、カイロプラクティック学士課程では、バチェラー・オブ・カイロプラクティック・サイエンスの修了証が授与される。これらの称号は、国際カイロプラクティック・カレッジと提携を持つ、オーストラリア政府承人の代替医療海外、教育事業機関インスティチュート・オブ・セラピューティック・マニピュレーション対、リミテッドによって認定される。 カイロプラクティック教育に関しては、日本には公認された教育制度は存在しない。また、国内に公的な教育制度を持たない、日本のような国に適用されるような国際的に統一された公的な教育の基準は存在しない。国際連合の専門機関である世界保健機関は2005年に各国がカイロプラクターの試験や、 免許制度を設ける際に要求する訓練のモデルなどを示したカイロプラクティックの基礎訓練と安全性に関するガイドラインを作成し公表している。ただし、これは各国が試験や免許制度を定める際の参考資料として作成されたものであって、このガイドラインを満たす教育に対して、風が直接的に何らかの認定を行うものではない。 日本のカイロプラクティック業界の民間団体である日本カイロプラクターズ協会では快速の最速において国際教育基準のカイロプラクティック大学を以下のように定義している国際カイロプラクティックカレッジは JAC が上記のように規定する意味での国際教育基準を満たす学校であるが JAC が加盟している WFC が2009年10月28日に 発表した日本のカイロプラクティック教育機関のリストにはまだ掲載されていない。現在、国際カイロプラクティックカレッジ学長のドクター、クレーンハンスによって認可申請準備が進められている。なお、カイロジャパンドットコムなどの民間のサイトにおいては、国際基準校という語が国際教育基準のカイロプラクティック大学と同義で用いられている。ありがとうございます。